信州大学カペルから来ましたフリーモニです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はさ、最近ね、ちょっと怖いことがあったんだよ。ちょっと聞いてもらっていいですかね。今私塾の講師のバイトやってるんですけど、でそこで中1の女の子のちょっと世話っていうか授業をしてるんですけど、でちょっとおとなしい女の子なんです。普段もおとなしい女の子なんだけど、なんか今日なんか違うなと僕ちょっと思ってまして、でまあそのまま授業を進めてって、最後に宿題っていうのを出すんですね。で宿題っていうのを出す時に、なんか先生ちょっと言いたいことがありますって言われて、なんだろうなって聞いたら、左肩痛くないですかって言われたんですね。で確かにその日の朝に寝違えたかなと思うぐらいちょっと首が痛くて肩も痛くて、あちょっと左肩痛いよって言ったら、言いづらいんですけど女の霊がついてますって言ってテレビとかで見てて、まあ信じてないわけじゃないんですけど、直接言われたのがすんごい怖い話でした。以上です。これで終わり。終わりです。なんでそんな話今する。寒いじゃん。ごめんなさい。せっかく今日ね、こういういい機会をね恵んでいただいてね、喧嘩は良くないですよ。え、皆さん今日のこの雪を楽しみにしてたよって人素晴らしい人です。ね、これ寒くなっちゃったことだし、まあ、春のね、あったかい歌でも歌いましょうか。まあ、寒波も来てるし、もう春すっ飛ばして、もう夏の歌でね、暑くしましょう。夏といえば、サーフィンでしょう。それは恋でしょう。恋とさ、そんな歌あったような、何だろうっけな、ちょっと待ってますね、何だっけな、ああれだよ、ラグベアの、あー恋のマイレージ、私の夏ベベゲーゲー、あなたと僕の砂浜で
だからイェイイェイイェイだけど実はドキドキそこじゃない作になってました。私もバイトでいっぱいいっぱいでした。俺もさっき言ったけどね、塾の先生でバイトずっとやってました。僕はこの間までオーストラリアの世界遺産で職人してました。すげえな。いや、僕は昨日の2時にアメリカから帰ってきました。夜の2時に、はい、今日昨日の夜中2時に帰ってきて3時間寝て今日来ました、はい、ってことは昨日の夜はまだ海の向こうに行ったってこと？そうなりますよね。おすごいよね。飛行機乗って、まあ、夜空の向こうから夜空の向こうから帰ってきたわけであります。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。